始発から運転を見合わせていた在来線は、一部の路線で午後から運転を再開させています。仙台駅から中継です。はい、お伝えします。JR 仙台駅東口改札に来ています。帰宅時間が近づき、人通りが増えてきました。始発から県内すべての在来線で運転の見合わせが続いていましたが、今から1時間ほど前に再開した路線もあります。仙石線の青葉通りから東塩釜で運転を再開、仙山線も全線で運転を再開しました。表示の時刻表よりも遅れはあるんですが、係員の案内に従って皆さんスムーズに利用されています。続いて仙台市地下鉄の情報です。東西線は午後1時半ごろ全線で運転を再開、南北線は泉中央駅と長町南駅の間で折り返し運転を行っているということです。駅構内では東北本線や常磐線など一部の在来線で運転の見合わせが続いていることから、 JR の定期や切符をお持ちの方に向けて地下鉄で振り替え輸送を行っているというアナウンスも繰り返し伝えられています。普段駅を利用する方たちに話を聞いたんですが、利用している列車が明日にならないと動かない、今日はホテルに泊まろうか、その他にはバスで帰ることにしたというような声が多く聞かれています。ここまで仙台駅からお伝えしました。